んにちは。夢見る。夜も配信してくれるか、夜がね、わかんできるかわかんないから今ちょっとやってる一旦。はい、どうぞ。イエーイ、やってこやってますけど。エイトの日の登録ピュアリップを、あ、夢見るわーいスイッチ入るアイドルモードわーい超スワーザーそうそうやばいやばい、スワーを落としてしまった。夢見るえ、見たい。ティントって乾燥するやん。やばい、乾燥するね。かわいいですね。ティントもおすすめされた。あ、本当？え、めっちゃかわいい。かわいい。リップがね、リップがだよ。いい感じですね。すごい。うん。いい匂い。いい匂い、もう嗅ぎすぎて。いい匂い。かわいい。イエーイ、キャバハラさん初見、ありがとうございます。かわいい、あら、やだ、かわいい。めっちゃ似合う。その口で口以外かわいい。口の形以外かわいい。見てんだけど、どうって。かわいい視線で。かわいい、いいね。あ、いいね。めっちゃいいよね。ベリー系、え、めっちゃかわいい。プルプルやん。プルプルやん。プルプルすごい。はい。名前ほっとこう。熱いから。自分で。感じで。熱いから。いいと思う。やっぱり掘らないとね、消せるから、名前なんて。そう、うん、シールとかすぐ剥がせるからね、うん、やめて、掘らないと。
幸せ、この2人と一緒にルンちゃんみたいなこと言うやん。ずっとさ、うん、あのさ、一緒にいなかったから。確かにすごい。次はいつ会えてるの？確かに。でも言うじゃ何ヶ月後とかなりそうじゃない？いや、ありえるよ。え、なんなら半年後とかにもワンチャンなるよ。やめてくれ。半年後とかつって。あれは25以降は忙しい。なんもない。え？あと25以降はいるよ。ウケる。あれやん。超。いないわ。いや、まだいるよ。いや、いるいる。でも7月、あ、7月まだ舞台のね、初日もね、うん、分からないんですけど、うん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 、そうそう。7月、私はお稽古は、うん、あ、そっか。でも合間時間なら大丈夫、うん、レッスンとかね、かぶってなければね、うんうん、あ、そうだね、レッスンがありそうだ ね、 そうね、レッスン。じゃあ無理だ。あるある。あいまんだけね。あいまんに遊ぼう。遊ぼうじゃん。こんにちは。動画撮ろうとかと思って。あいまんに遊ぼう。遊ぶ気まま。遊ぶしか能がない。古民家行きたい。古民家で、あの、夏を過ごそう。そうした。え、なんかめっちゃやりたい。あの、普通にさ、古民家の窓辺に3人で座って。スイカ食べて。スイカ食べて。夜は花火したい。いいね。どうしよう。はい、探そう。で、冷房なんてつけずに、うん、暑ーって言われる。いいね。そう。撮影して、暑いねーって切った瞬間に、熱い。はい、まず閉めて。むし。全部しょ、あれ、虫潰れて殺す。最悪。なるけど。いっぱい写真撮りたい。いいね。風鈴とかぶら下げて。この並びがめっちゃ懐かしい。うん。なんか、暑くなってもちょっと写真。すっごい、はい、すっごいいいね、画角。でジョンマイラブに出演する方です。あ、みんな本当に入れ替えだね、みんな。てかさ、3期で死んでればよかったね。本当にね、今さら。でもね、出たかったけど、うん、なんで入れ替えになっちゃった。なんでやるんだろう。いつ言われた6月くらいに、頭くらいに。ずっと探してたもんな。そうなの。うん、ふっちゃん、誰、なんか新しい子がいないかなって。うーん、内定済みだったの。決まってないんだけど。あの時さ、最終決定権は誰にある。いや、別に自分が言ったらあれです。あ、そうなの。別に、あの、決まってない。みんなが言ったら、ああ、じゃあ見さて使わなみたいな感じで、みんな空気で使ってる。あれ、あ、そう。え、なんか吉鉄と連鉄が多い。ダーテツは？それ聞いた、ファンの人から聞いた。吉鉄って言いにくない。でも吉鉄より連鉄の方が言いにくいね。連鉄、カレ鉄はおかしいな。カレ鉄連鉄じゃない？そうか、吉鉄なんだ。吉鉄？吉鉄。なんかさ、ミサ鉄とかさ、うん、初可愛いよ、なんか吉鉄。よしです。シダ鉄とか。あ、そこ取ったのね。そうそうそう、そこね。なんかこう、うな鉄とか可愛くない。ダカ鉄とか。福鉄。福鉄。自分、カレー要素ないやん。もしかしたら、あれ、うーん、なんだっけ、ありがとうございます。あ、花鉄。あ、彼の顔が花だから、ね、うん、伝わんないよ。
うん、伝わんないね。冷静に伝わんないね。あれ煙鉄やっぱ志田鉄やろ。志田鉄で行こう。誰志田さん。志田さんって何。地味にむずいな。つきにくい名前だな、本当に。煙鉄よか鉄わかってる。すっごいよか鉄いいね。方言から取るの新しいと思う、やっぱり。吉田から、ヨカ。そこ、あーそこヨカ鉄ってさ、ヨカよーと。あれじゃね、ヨカ鉄。いい鉄ってことだよ、ヨカ鉄。いいじゃん、いいにしろ、いいにしろ。やばい。ちょっとだけだけど、カウントだけだけど、ありがとう。今なんめくってつめくってつめくってついいや、めくってつ誰恥ずかしいわ、なんか誰今日はめくってつの初日。いやみんな、ショートさんとかがショートさんとかが使うよ。今日は今日はめくってつの初日、虹、シャボン玉。申し訳ないわ、なんか冒険が始まる。ここからまた、ここからまためくってつの大冒険が始まります。あっさなるよ。あっさ、いや、よしです。よしてつ、よしてつお気に入り。そう、よしてつ、よしてつ。それかよか鉄だな、言いやすいな。よか鉄、よか鉄、よか鉄。誰だよ、つなる。よかよか。いや、それな、二人が人のあれだからってさ、好き勝手してるから。そこがいいんだよ。そこがいいんだよね、うちらの。そこがいいんか。そこがいいんだよ。一応真剣に考えてるよね。そうだよ、すっごい真剣に考えてるから。真剣に考える。リスターさん、初見ありがとうございます。枯れてつはなんか違う。枯れてそうだもんね。枯れてる、もう一文字違いがね。枯れてる、枯れてつ。悲しいよ。めくってつってアシックスの親戚。ん、めくってつってアシックスの親戚だって。なんか同じで、ね、めくってつアシックス。めくってつ達成。明日があんま使いたくないもん。今日は吉田カレンちゃんの初日で、そうそうそう、普通にね。そうそうそう、今日はカレンちゃんのってみんな、みんなそれまでさ、ミサ鉄のとかさ、ハチ鉄のとかさ、今日はウナ鉄の千秋楽ですって言ってるのにさ、今日は吉田カレンちゃんの、今日は今日はサヤ鉄に変わって吉田カレンちゃんの。使ってよ。そうそうそう、使ってもおもろいね。今日はサヤ鉄に変わってめくってつのめくってつが帰ってきます。やだまた冒険しようって。シダ鉄、ヨカ鉄、カツミさん、初期ありがとう。カツミさん、ありがとうございます。ティアーラーさん、初期ありがとうございます。カメックスに聞こえてきた。もうでも自分がそうって言ったら多分それになる。うん、ね、なんかどれもしっくりこないんだけど、うん、でしょ。めくってつは福鉄じゃねえ、やっぱ福岡出身。フォローして、フォローの見せします。それからありがとうございます。あ、マスカラ取るの忘れてた。まぶたについたマスカラを。
方なんていうの知らんな。でもこれでねハーフツインにしたりするんだよクリップで。こうやってやってハーフツインみたい。貫徹だって。カネの最初の最後。私小学生の時自分のことカネちゃんって。あ、聞いたことあるわ。聞いたことある。うん。カネちゃんね。じゃあ貫徹でしょ。貫徹か。じゃあね使ってたらね。メサ鉄もなんかうんと思った。最初歌鉄の方がいいかなと思った。ああ確かに。ハツめっちゃ悩んでるね。投票したらハツか歌鉄にしようと思ったけど、うん、投票したらハツ鉄の方が多かったから。ハツ鉄とかテッツとか。あそう。新しい。って思う。あやってたね。そうメサ鉄は他にあったか。いやない。うん確かに。もう見せてで一緒みたいな。ていうかずかずちかさん、タコありがとうございます。星回収してくれありがとう。お姉さん、レインボースターかわいさん、ありがとうございます。クリップ止めかわいい、かわいいよね。そうそう、名前が入ってた方がね、パッと誰かわかりやすいから、ね。知らない人が。16時。小池鉄、うん、分かんないよね。10、どうしよう。55分に終わるかな。ベルチャカ13タコありがとうございます。なんだろうって調べて、あめくってめくってってやってるんだってなるかもしれんやん。めくってつだわ。もうめくってつしかないよね。めくってつ、ありがとう。やっぱめくってつだね、うん、みんなも言ってるわ。おにょねつさん、タコありがとうございます。めくってさんに決めてもらうのありだね。カモミール、普通のカモミール。確かに、あ、確かにそれです。カレンちゃんは、あれだよ。似てるしょ。カレンちゃんは、カレンちゃんは、ゴモゴモっていう感じ似てる。カレンちゃんは、ミスターってモノマネうまいよね。人の特徴をつかんで、それまでさ、そうそうそう、カレンちゃんはこのマスクを外す、うん、外すけど、あげんのすぐあ、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 って思ったからね、うん、扱うか、ま、外すっていうか、なんかずっと調整してる、こうやって喋って、ビュって出て、それをあげてでもって、パッてあげてみたいな一緒やってる。はい、言われる。何がいいですかって聞いてた。これなんか、うん、吉鉄でもいいけど、やっぱ枯れてつもり、もう自分で決めなよ。結局ね。そうそうそう。モノマネしか。モノマネね。かわいいね。人の好きなことは人間観察だから。特技人間観察。やばー。マジマジマジ。マジマジマジ。カジ君。カジさん。カジさんはもう、え、マジで。なるほど。確かに。確かに。
これ女子学園女子学園に話題になってたよ、ずっと。確かに確かにって、カジさんめっちゃ口癖だよねって思って、そっからもうずっとみんなが何か言うたびにみんなで確かにそう、うん、趣味人間観察、趣味特技、翔太さんの真似なのに特技、翔太さんの真似、朝の翔太さん、あや、うん、朝めっちゃテンション低いから、ね、そうだから普通になんかみんなでワイワイ喋ったりするときはなんか渡るわさって言うんだけどでもなんか朝すっごい全然もうなんかめっちゃ似た今、いやちょっと楽しい、マジでマジで4期もいるからね、うん、ここにふんって浮かんでくると思う、そうそうそう、あと我が指名で終わって、うん、裏ですれ違うじゃん、うん、1幕終わってすれ違う時の翔太さんそう本当にそう、そうそう覚えてて覚えてて覚えててマジで、あの舞踊や榎本武なんて言うんだろう、舞踊でも多分ね、わかる、わかる、わかる、すごい、僕一期からいるから何でも聞いてみたいな言ってきたら、翔太さんそれが多分半パン履いてる、多分多分短パン履いて、あのなんか LINE とかメッセージで虹使ってきたら翔太さん虹とシャボン、最近シャボン玉が入る、目は生きてるから自信持って、うん、あとはもう大きく、うん、あ、思いっきり思いっきり振ったらいいから怒られる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 、僕の真似してたでしょって言われる、お前は僕の真似してたでしょあとなんかね、ハツカが人見知りしてる時の話し方と似てるかし、なんか翔太さんが、うん、初めハツカが来る前に翔太さんと同じ方言引っ張られてるやん翔太さんと同じ話し方する子が来るよって言われる、今似てる、ちょっと、うん、あ、本当ですかみたいな、ハツカの、うん、あ、だめだ、ほら、めっちゃうまいって言われてる、知ってる人いるの、そう、あとたまにね、あのプリンセスミュージックを流すんだけどそう、かわいい、かわいいんだけど、たまにプリンセスになるなんか、あの、虫、虫出たとき、虫っていうか出たときとかに、みたいな、 片足が上がってる、みんなからわーさすがプリンセスいじられて、いじられたり、めっちゃおもろいよ、ない、映像でも見てない、映像ではある、うん、いつの映像、普通に楽しんで見てないとか、ここでこうしてみたいな感じ、わかる、あすかも全然楽しんで見てなかったもん、え、面白いって思えたのだってマジで最近な気がする、見てて安心して見れるよ、さやりんの1回さ見ないと分かんないじゃん、うん、え、どういうものか、さやりんの1回感激しようと思って普通に動画見てめっちゃ鳥肌立って、うん、普通にもう普通に泣いたよね、すごい、もう感情移入した、もう、できない気がするな、ひたすら不安になる、夏香さん、つむじ香さん、ハートありがとうございます、56分、前の見せて、いつのかな、自分の映像欲しい、うん、はい、前、なんかリサの選手役持ってるよ、うん、リサの見てみたい、え、送ろうか、URL 持ってるの、うん、見たもん、全部、いろんな人も見たいよ、収集力見たいんですけど、もらえませんかって言ったら、はい、あげまーすって書いた、うん、うん、うん、こうやってみんなから話を聞けば、うん、確かに前誰かが やってるからさ、それ見てできるけど、まあ楽しいから大丈夫じゃん、徐々に多分なぎなたが軽くなっていく、マジ
投げ最初さ投げ方に振られてるでしょ。うん、もう今日もうっ、そう、もう持ってかれるみたいな。だってさ、あのさ、ルンちゃんとかブンブンブンなのにさ、あ追いつかないみたいな。分かる分かるって思うやん。徐々に筋力ついてきて軽くなるの。マジ、うん、あれ軽いみたいな。あとなんか自分に合った長さを見つけれるようになるからめっちゃ振りやすくなる。今めっちゃさ、うん、すごい先を思ったりとか、そうそう、こう、こうなるでしょ。そう、だからそれが、それに気づいてきたらめっちゃ楽しくなる。あ、じゃあ8月はずっとね、20日です。でも縦がうまくいくかいかないかでその日の公演決まるんだよね。精神的にっていうか、そう、今日無理だなと思って開いてみる。うん、だいたいしょっぱなから噛む。あ、最近最近面白かったのがさ、うん、ちょうど誕生日の日に小学生が、うん、小学生って音楽流れたら拍手しようと思ってくれるからさ、うん、もうバラードでターンみたいな曲でも、そう、アップテンポの拍手して、ハーイドリーンって恥ずかしい時もハーイドリーンって、もう耳こうしてたのに。あと一番面白かったのが、あのさ、すごいさ、ネタバレになるからさ、ちょっと聞いて、見てない人は消してほしいんだけど さ、うん、あのさ、死ぬシーンあるじゃん、うん、おじさまがね、うん、あれさ、バックミュージックが流れてるの、ドーンみたいな、あれって思って、なんかそっち思って、かわいい。で、なんかもうみんなこんなって、おじさまみたいになってるね。ずっと拍手されて、まあ、つか笑いそうでやばかった。もう、歌じゃなくてもするんだと思って。いや、歌うのかなって思ったんじゃない？そうそう、だからかわいいと思って。かわいい。かわいかったけど、もうやばかった。我慢するので。みさ、中学生ぐらいの子たちが来てくれて、うん、で前の方にバーって固まってたのね、うん、ですっごい絶対ムードメーカーなんだろうなみたい なんかよく喋る男の子がいて、うん、ちょっと上手側に、うん、でずっとやってて、で、あのおきくちゃんと熊次郎さんがキスするシーンがあるんですよ、うん、一瞬で何かが始まるってやってる時に、ここから始まるってでチュッて言ったら、あ、キスしたキスしたキスしたって吐けて、小原さんとめっちゃキスした言うじゃないな、でしーちゃんとも、私笑いそうだったんだけど、めっちゃ可愛かった。しかも漂流中全力で分かる分かる、そうしたらノリノリでしてくれる。もうね、めっちゃ可愛い、マジで楽しいんだね。めっちゃ楽しいよ。学校歓迎がめっちゃ多い、めっちゃ多いだから、そう、すごく可愛い。目やったら勉強してみて、可愛かった、うん、すごい、うん、なんか考えてきる。おー、サニーロー、ヤッホー。あ、じゃあ16時になったんで終わろうかしら。え、もう16時？そうだよ。それではランキング読みます。13位シュウベイさん、12位マヨさん、11位アメさん、10位カズちゃんさん、9位サシさん、8位カズマルちゃんさん、マジだね、めっちゃ7位ハーフくんさん、6位ベルちゃん会長さん、見せたのは5位オニオンナイツさん、4位つむじかぜさん、2位、違う、3位ラスカルさん、2位アメさん、みずこせこ、1位 T 岡田和ちかさんでした。おもろい、面白いお客さんやっぱ気になるんだね。で、私ね、やってる間はね、マジで音聞こえないんだよね。シャットアウトする。そう、集中したらこうなっちゃうから。でも最近は見えない。面白かったのは、あと、うん、あの、そのおじさまのシーンで、うん、なんじゃ、はいってみんなが言うシーンあるじゃん、うん、みんなが言ってはいってそれで言うときに、はいって言った後に女の子がはいで最後で返事したの、一緒に。かわいい、マジでかわいい。入ってたんだろうね、そう、入自分も。でも嬉しいね、なんか世界にこう入り、5秒くらい受けて、はいはいって言ったから入り込んでくれてる。かわいすぎる。じゃあ終わりますね。 Thank you, Mr. Karen, Hachika, Thank you, ありがとう。1736人ありがとうございました。
4人だった。バイバーイ。夢見るでした。